ちは。前活の進行です。前回はこのチャンネルでどんなことをやっていきたいかということをお話ししましたが、今日からは具体的に座禅、食、作務についてそれぞれの分野ごとにお話をしていきたいと思います。今日は座禅のお話をしていきたいと思っています。それでまず第1回なんですが、まず座禅をする前に座禅をするための環境、どんな場所で、どんな服装で、どんなものを敷いて、何に座ればいいのかということをお話しできればなというふうに思っています。それでは早速行ってみたいと思います。まずは、座禅をするとき、曹洞宗の座禅というのは壁の方を向いて座ります。臨済宗さんでは向き合って座るんですが、曹洞宗は壁を向いて面壁という形で座るので、まあ、全く何も張ってない真っ白な壁ってお家にはあんまりないと思うので、例えばカーテンの前だったり、あんまり柄が派手すぎるとちょっと疲れちゃうかもしれないですけど、例えばこういう襖だったりとか、少し開けた、あまり視覚情報の多すぎない場所で座るのがいいかなと思います。で、床に関しては、下がフローリングでも畳でも、芝生でも極端な話、大丈夫です。水中はちょっと厳しいですね。水中と氷の上と岩の上は厳しいかもしれないので、基本的には室内。芝生も本当は、正確ではないですね。よく縁側で庭を見ながらっていうような座禅のイメージもあるかもしれないんですが、曹洞宗の座禅から考えるとちょっと違う。景色を見ながらするものではないので、できれば壁、それから平らな地面があるところ、その場所を選んでください。次に服装なんですけど、基本的には長ズボンがいいと思います。長ズボンか、ロングスカートだったらまだいけるかな。足を組んだ時に、素肌に足が乗っかると結構皮を、に引っかかって擦れてしまったりするので、できれば長ズボン、それからスカートの中にこうレギンスみたいなの履いたりとか、布団のところに布があるといいかもしれないですね。で、私たちは本当はお坊さんの服、法衣というのを着るんですけれども、家なんかだと結構このサムエという作業着が座りやすかったりするので、ゆったりとしていて柔らかくて、いいので使っています。なのでお家で座るときなんかは、ジャージは場合によっては下が滑っちゃうかもしれないので、それはちょっと実際に座ってみて、お持ちのジャージが合うかどうかは試してみてください。スウェットは結構いいですね。スウェットは結構良くて、デニムはちょっと厳しいです。デニムは厳しいので、スポーツ用のこういう、なんていうんですかね、長いスパッツって言わないのかな、ああいうものだったりとか、そういうちょっと、とにかく、足回りを締め付けすぎないもの。ゆったりとしているか柔らかい素材のものを着てください。上は、長袖、半袖はそんなに関係ないです。ただし、大事なのは、座っていて暑すぎたり寒すぎたりしないこと。これが大切です。次に、座るときなんですけど、実はこの畳の上とか床の上には、あまり直接は座らない方がいいです。座禅は組んでいて、下になっている足がこの畳とかだと結構痛くなるので、こういう長いクッションというか、今日は私はこれを使いたいと思いますけども、ブランケットとかタオルケット、あとヨガマットも結構おすすめです。ヨガマットは滑りにくくて、ちょっとクッション性もあって、でなんなら端っこをちょっとこうやって折ることで、そこに座ることもできたりするので、長めのヨガマットがあるとかなり便利だと思います。はい、次に、この敷いたものの上、今度お尻の下に敷くもの、座物っていうんですけど、それはどんなものを用意したらいいか。この、どこのご家庭にもある座布をご用意いただきまして、これで座ってください。というわけにはいかないと思うので、これ正直この座布って、お寺にはありますけど、多分、持ってないですね。そんなにメジャーなものではないですし、買ったとしても、自分の体に合ってるどうかって別なんですよね。多分、この座布あんま合わなくて、ちょっと高さが足んないんですよね。高さが足んなくて、ちょっと、あんまり、この、うちの実家にある座布はあんまり好きじゃないですね。私は自分が修行に行った時に持っていた座布が、ペーパーリップ座布なので、それを使っています。ただ、やっぱこう座布ではないものっていうので、座っていく方法を今日はお話をしたいと思います。座布に変わるもの、その1、座布団ですね。座布団を半分に折って使うと、高さ的に、これちょっともう1枚ぐらい重ねた方がいいかもしれない。
座布団を重ねて使う、もしくは折りたたんで使うっていうのも結構メジャーなやり方です。ただ座布団ももう今のご時世一般のご家庭にはないと思うので、次におすすめしたいのはこれですね。最近私愛用してます、バスタオルちゃんですね。これうちの実家にあった、なんですかね、これ多分もう僕幼稚園ぐらいの時から見たことあるんで、ベテランのバスタオル。バスタオルは座るのに使ったらちょっと 洗うのめんどくさいとかっていうことがあるかもしれないんで、まあ好みなんですけども、私はバスタオルはこう重ねやすい、なおかつ割と大きさもちょうどよくて、あの柔らかすぎない。柔らかすぎると、あの普通のクッションってこう中央が盛り上がってて端っこがへこんでるんですよね。なのでそこに座ろうと思うと、端っこだとへこみすぎてしまうし、あと割と柔らかすぎるっていうのがあります。なので程よい反発、バスタオルを重ね、これ4枚ぐらいですね、薄いバスタオル4枚ぐらい、これぐらい重ねたバスタオルで座ってみて、座り心地の基準っていうのがあって、座った時に足組まないで片方の足をまず手前に寄せて、もう片方の足をペタッとつける。これ安楽座っていう、また次回以降にご紹介する、座り方の一つではあるんですけど、こうやって座った時に膝が浮かない、膝がちゃんとつくような高さに調節してください。これは座布でもそうです。座布でも高さが足りなかったら下に座布団を入れたり、こういう端っこをちょっと折りたたんで入れたりして高さを調節する。高さを調節して低すぎるとちょっとこうなるんですよ。で高すぎるとまあこうなっちゃうかな。背骨がまっすぐあって斜め下に向かって足が伸びるような感じ、足がこう地面と水平になってしまうと、あのかなり体が柔らかくないと座れなくなってしまいます。この高さをちゃんと見極めることが座禅をしやすくなる第一歩なので、ここはかなり道具というか座るものを選んでください。それと最後に椅子ですね。椅子も今椅子座禅っていうのがあるくらいなので椅子もありです。ただ椅子の場合は座面がこう斜めに、後ろに斜めっていたりとか、キャスターがついて動いてしまうとかっていうものだとちょっとやりづらくなります。でちょっとこの座ってみた時にちょっとやっぱ後ろにこう体重がいってしまうようなものだと、じゃあだんだん腹筋を使ったり背筋を使うことになるので、長い時間は座れなくなってしまいます。なのでまあちょっと斜めの椅子に座るときはもう深く腰掛けて背もたれ使っちゃうっていうのもありですね。なのでお家のリビングの椅子だったりとか、学習机の椅子とか試してみるといいかもしれないです。で座面が硬ければクッションとかバスタオルとかを挟んで、お尻が痛くないようにして座ってください。はい、いかがだったでしょうか。今日は座布、座布団、それから下に敷く座肉ですね、座肉とかバスタオルとか、座るときに使うものの選び方をお話ししました。まあ修行道場なんかだと自分が環境を選べるような立場ではなかったりするし、その環境の中に、まあ、飛び込んでいって、その中で自分のこうであってほしい、こうしたいっていう思いをまず最初に一回フラットにさせることも重要だったりするので、ある環境の中でやりなさいっていう形になるんですけれども、お家でやる座禅だったり、こうした生活の中で普段から忙しい生活をしている中で座禅をするのであれば、体に負荷もかからない、体に合った形の座禅をするために環境選びというのは非常に重要になります。座るものは今日に限ったものではなくて、例えばニトリのちょっと丸いクッション、ちょっと硬くて座りやすいのがあるっていうのを聞いたこともありますし、ご自身に合った座り方というのを先ほどお話ししたような両膝がつくかどうかで判断をしていただけるといいなというふうに思っています。次回以降は実際に座禅というのはどんなことをするのかということについてお話をしていきます。今日は座禅をする時の環境づくりのお話でした。また引き続き動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、一緒に座禅ができればいいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。